が、はい、スポーツカーでガンガン走ってます。さすがにスポーツカーだけに家族がめちゃめちゃいいです。アルファロメオ、世界に200台しかないやつの169台目だそうです。城ですが、一体ここは何なのだろうか。うわぁ、ドアこんなんだよ。お城の中はなんか貯蔵庫みたいな感じになってる。へぇ、インテレスタンテ。へぇ、こっちにもお部屋があるようだそうで、ちなみに彼女は今朝朝一で馬に乗ってたそうで、それでブーツなんですって。へえ、あ、キエザ、へえ、そうなんだ。あれは教会だそうです。お城の中にはちゃんと教会スペースがあるのね。なんとお城の中庭なんですが、アリスの不思議の国かみたいな公園ですが、いや、中世に建てられたお城だそうです。じゃあこの人は一体誰？ワンちゃん、階段登ってみましょうということで、木です。なんか果てしなくやっぱエレガントだね。おへえ、これはロココな感じですかね。エルメッソ、うわ、こういうノリなんだ。おしゃれすぎるな。ピッツーレだ、ツーラだ。どんだけでかくて広くておしゃれなの。 あ、スパーダだ。刀があります。フェルメッソ、うわー、スティールクラスティカだ。ふへー、こんな感じのベッドルームなんだそうです。アンティーコですね。カステロ、カステロですね。すごいです。まあ、今回はベラコーザーノノスタンテクエストオカジオネチェオスピシー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 。c'è tanta gente che non vuole più stare in città e che viene a stare in campagna. Ah, capito. Per Covid, eccetera. まあ、ホテルとしても運営しているそうで、こういう状況でもお客さんが泊まりに来てるって言ってます。まあ、どうもそれは街中は感染の恐れが高そうだから、こういう田舎に。で、シャランパだけベルラ、ベネツィアーナじゃないですか。へえ、サンラミエ、ここはサロンです。ということでみんなで使ってもらってますがって、おしゃれすぎか、おしゃれすぎか。うわ、ルスティコですね。ほへー、もうお酒もあんなに置いてあるっけ。ってことはこれ多分ファイブスターとかかもしれないね。多分自由に飲め的な雰囲気だね。はあ、すごい感じですね。こちらの人たちのお母様が、まあ、どうも管理してるっぽいですね。です。こっちの側にも部屋があると言ってます。お城って広いのね。いや、お城って広いのね。今でも結構イタリアの貴族と会うと、あのお城を持て余してるって話はちょこちょこ聞くけどね。やっぱでかいからね、維持が大変だって。城だからね。おー、うわー、なんだこれ部屋は。
なんかすごい。でこのお城は、もともとは、980年頃の建築だそうで、それからいろいろ細かいところが改修されて今の姿になってるそうです。だからもう1000年弱経ってるわけですね。で彼が連れてきてくれました。ありがとうございます。マンマミア、ピッツァマリナーラ、イントスカーナ、アレッツォです。ナポリのピッツァをアレッツォで食べることになるとはって、こっちもなんかすごいおしゃれだぞ。なんじゃこりゃー。もうだー。うわー。ペザンテ。どでかいの食ってる。うわー。